いきなり襲ってきたからびっくりしたな。なん？シキ、落ちてた計画書を見たんだけど、シカジカブルーガーデンのエーテル論に攻め込む気だったみたい。なんだ？悪い奴らだったのか？宇宙を荒らす極悪人だい。もしかしたらブルーガーデンの機能を麻痺させて街を、ミラたち知らない間にとんでもない奴らと戦う。もしかしたらシキの。<笑>よかったよかった。よーし、この調子で。 奇跡たちのあったかもしれない未来、その一編いかがでしたか？また時が来ればお見せする機会もあるでしょう。では私はこの辺りで語り部シャオメン。 いい動画が撮れたわね、シキ。 ああ、ワクワクするよな。 まだまだ強くなれる。ぶん殴る。どうだ。ぶん殴る。どうだ。
この船、自動で動くの。せっかくだから、操縦させてくれ。お、それ動画になるかも。素人が宇宙船操縦してみた。面白そう。信じらんない。落ちる、普通。いい動画撮れたか？それはバッチリよ。船、どうしよう。よっ。ふん。あんた、物も軽くできるの？ある程度な。やっぱりめちゃくちゃ便利ね、その力。なんだ？アラームよ。惑星ノーマの天気はちょっと変だから。ほら、なんだこりゃ。土のエーテルの結晶よ。ここはもともと土のエーテル、大気中の土属性エーテルが上空で消し、エーテルは全ての力の源。エーテルは誰もが持ってる力だけど、エーテルギアは別。体内に流れるエーテル。へえ。まあね。だからこの星は地底に国を作ったのよ。いっぱい人間じゃないのもいる。俺もここにいる。電力、はいはい。それじゃあ気が済んだらワイズ博士の家。人んちで何してやがる。人んちって、ここワイズ博士の家じゃ。博士だ。博士は博士だよ。ワイズシュタイナーは俺だ。てめえら誰なんだよ。どういうこと？思ってたより若いな、博士。あれ？悪いがこっちに覚えはねえな。目的は何だ？だから
ワイズ博士に会いに。なるほどな。シビル？今すぐ出ていけば命までは取らない。ちょっと待て、2階に誰かいるぞ。2階。今度は何？もう。ワイズの仲間か？おどけ！なんだなんだ？博士の知り合いかよ。どいつもこいつも人んちをなんだと思ってやがる。本当に博士と。冗談じゃ。ちょっと。逃げちゃう。お前ら、ワイズの仲間か。俺たちを裏切った者を鉄腕のシビル様は絶対に許さん。楽しかったな、レベッカ。うんうん、いい連携ね。シビル。